皆さんこのみかんご存知でしょうかみかんでしょうかシークワーサーでしょうかね、えー、これ私はね普通にみかんとしか認識していませんでしたがなんとこの FM 読みたんスタッフではね別の名称で、えー、認識されているようなので伺ってみたいと思います、えー、それではスタッフの千葉のくん。優君、はいはいえー、あのみかん何て言うんですかあれ運動会みかんって運動会みかん これは運動会みかんという呼び名はどこから来たんですかいつから呼ばれているとかというのはちょっと分からないんですけどそもそもこの運動会、まあ、この時期運動会におじいちゃんおばあちゃんとかがよく持ってきてくれてお弁当と一緒に食べるとかそういうところから多分来てるんじゃないかなと思います。かはですよね はい、読谷村ですね。同じ読み谷村なんですけど、私ちょっと知らなくてですね。では、別の方にちょっと聞いてみましょう。えー、お仕事中、すいません。えー、はい、えー、大城彩香さん。はい。彩香、はい、さんは、なんて呼んでます。女、運動会みかんです。<laughs> ちなみに、彩香さん、出身どちらです。はい、伊藤万です。伊藤万でも、運動会みかんと呼んでいる。 はい呼んでます運動会みかんと <laughs>、まあ、先ほどゆうさんが言ってた理由と同じですかね。そうですやっぱ同じですね、運動会の時期になるとやっぱり出てくるので、あといろんな運動会の会場に行くといろんな家族の人が同じようなの持ってるんで、あれは運動会みかんだと、ずっと呼んでおりますわ、はい、<laughs> かりました、ではですね、県外に、ね、出身の金城、えー、れっ子さん。はい なんんて呼でるか分かります、ね、いや緑色のみかんはまだ売れていないって思ってたので <laughs> 食べれるものではないと思ってたんですけど運動会の時期に食べれるっていうのを聞いて今ちょっと開けてみたらあのすごいいい香りがしたのででも酸っぱいんじゃないかなと思ってシーコワさんの大きいのだと思ったんですけど食べてみたらみかんだったので多分運動会みかんなんだと思います。<laughs> でもも本土にもよかったらあの この運動会みかんを届けていただければ多分みんな緑で食べないじゃないかと思うので食べれるよって教えてあげてほしいと思います、はい、びっくりしました、えー、はい、びっくりしましたはい、ありがとうございました、ねえー、皆さんこちらね運動会みかんと呼ばれているものだそうですのでね、ぜひ、えー、読み談刺来た際にチェックしていただきたいと思います以上、はじめちゃんでした